お悩み解決人万次郎です。今日はですね、友達関係に悩みを抱える高校生のもとへ行ってみたいと思います。早速行きましょう。あ、まゆさんですか。はい。万次郎が訪ねたのは高校3年生のまゆさん。そのお悩みとは。なんか友達関係の悩みがあるって聞いてきたんやけど、はい、思ったことをはっきり言っちゃって、相手をなんていうか傷つけてしまうっていうのがあって、うん、新しく友達を作ろうと思っても、うん、作れないというか、ちょっと孤立してしまったりしてて、はいはいはい。まゆさんの悩みは思ったことをポロッと言ってしまうこと。人の気持ちを察したり、場の空気を読んだりするのが苦手なのだ。なんかない？失敗。これはちょっとやってもうだなっていう。トイレで鏡の前でずっと髪の毛をいじってる子がいると、ちょっと邪魔やわってポロって出ちゃったりとか、ショートになってたら、ショートも似合うけど個人的にはロングが好きってパッて言ってしまっちゃって、あ、そっかって なって、ちょっとなんか場が静まるっていうか、そんなまゆさんには友達ができない大きな理由がもう一つある。みんなとご飯行こうって言われても、特に用事がなくても、ごめんその日ちょっと用事あるから行かれへんねんって言って、断ってるんや。そうですね。それは友達と食事に行けないこと。一体なぜなのか、万次郎が一緒に食事をして確かめることに。飲食店。じゃあいただきます。いただきます。はい。万次郎が食べ始める一方、まゆさんの箸はなかなか進まない。どうしよう。何に迷ってる。こんにゃくと一緒に何を食べるか、じゃがいもとインゲンを食べるか、口の中にこの3つを同時に入れようかなと。なんでそれは。そうでありたい。実はまゆさん、食べ方に強いこだわりがある。まず一つの皿に入っている食材の数が同じになるように調整、そして全体の量が均等に減るように食べ進め、同時にフィニッシュしないと気が済まないのだ。そのため食事にすごく時間がかかってしまう。ご飯を二口食べるまゆさん。その二口いったのは調整してんの。そうですね。それ考えながら食ってんの。ずっと考えてます。すげえな。パンケーキの場合はどうなの。さらに食事中、万次郎が話しかけると箸を置いてしまった。また止まったな。まゆさんは2つのことを同時にするのが苦手なため、食べながら会話をすることができないのだ。勝手に止まってる感じで。止めようと思ってるわけじゃなくて、まゆさんは友達と一緒に食事に行っても退屈させてしまうだけと思い込み、ご飯に行けなかったのだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。結局食べ終えるのにかかった時間は万次郎17分に対しまゆさんは1時間28分だった。普通に、なんていうか、ご飯を食べて、普通に
なんかしゃべりたいので、うんうんうん、なんていうか、もうちょっと気にせず、うん、食べれたらいいなと思います。うんうん、